毎度西夏五時でさ、 YouTube のアイコン変えたった。俺は簡単にできねえけどな、 Facebook のアイコン変えよう思てもなかなか変えられへん。どないしても変えられへん、追加しかできへん。おい勉強せなあかんの、俺先気になんな。さっきこれ途中までやって、ああもう何が何が分からへんなってもね、もうほんまに。そう、おもろい話、宅急便届いて、でもピンポンになったからな、見たら、宅配のいつものこうやってケイ君、ほんでやな、また笑わしたろう思てな、これ脱いでな、寒いんやけどこれ脱いでやな、裸になってやな、サングラスはもう失敗しとるからな、一回でサングラス外してやな、ほんで動画撮っとってやな、ほんでピンポンなったからな、もう慌てて服脱いでやな、また笑わしたろう思ってその動画を YouTube に上げよう思ってやな、ほんで慌ててやな、YouTube にあれしたらあかんやんか、だから自分のビデオで撮ってやな、それを YouTube に上げたってええわ思ってビデオ撮りながらスマホ持ってやな、いやから今とは言うみたいな感じでやってやな、ほんでバーッと走っていってやな、ほんでカメラあっち向けといてやな、相手向けといてやな、ケイ君の方向けといてやな、ほんで鍵開けてドア開けたらやな、やると思ってたって言われてもたんけ。おい、これ動画にあげていいかって言うてやな。あれしたら、いや、それは勘弁してって言うて言うからな。なんとか編集でモザイクかけるけどって言うたけど、いや、あかん、やめてって言うから、やめといた。バレとる。やっぱりな、リア友や。ああなあ、手違いでな、その荷物いうのは手違いでな、わしの前住んどったところにやな、行ってもて、三重県の伊勢の方にな、伊勢の家の方に行ってもて、ほんでそれ、昨日嫁さんがね、手続きしとったや、わしの名前で嫁さんが注文しとったしなやねんか、それが、わしの名前や登録がやな、そのままほったらかしちゃろ、性格が。だから伊勢の方に行ってもだよ、荷物がな、ほんでやな、慌ててやな、電話しよったわ、兄ちゃんの嫁はんが、やけどやな、兄ちゃんの名前になっとるからやな、ガーラコージ言うて、だからお前ガーラコージ、兄ちゃんは新たにやな、どれやったこのこれ入っとるからな、メンバーズ主役、まあ、メンバーズに入っとるからやな、だから向こうが気ぃついてやな、電話入れたけどもう時間営業外やってんけどやな、兄ちゃんに朝から電話入れといて言うてやなね、とかメモが聞こえとったわ、どっかに妙が置いとったらどっか行ったもんな、もん中央ちゃあんま思んないな、公開中継終わったのにな、はやけどほんまよ、これ体おかしいかもわからん、もうしんどいわこれ、ラジオ体操やってますさ、お姉さん3人に触ったり立ったり、あ、ニュースに変わったな、ちょっとニュース聞くわ。ほな、大きに西成工事でした。